はい、こんにちは、ヨッピーチャンネルのヨッピーです。今日は今ですね、もじくメカリ山頂まで来ています。そして車はですね、ハイブリッドカーのアクアを借りてきています。で、多分このアクアはですね、昨日ぐらいに新しい新型が発表されたので、もうすでに旧型になってしまっているんですけれども、まあハイブリッドカーで坂道下るとどんな感じかっていうのを試してもいいんじゃないかなと思うので、ちょっとここを走ってみたいと思います。で、このアクアなんですけれども、 1500cc のエンジンとモーターの組み合わせということでですね、上り坂なんかはですね、エンジンほとんどかかりっぱなしになりますけれども、下り坂ではですね、回生ブレーキが効きますので、ほぼエンジン切れた状態で下っていくことになると思います。ですので、今まで撮った動画のようにですね、エンジンブレーキを使うというのはほとんど無理になります。なので意図的にブレーキを踏んでいって、回生ブレーキを効かせて、回生ブレーキがエンジンブレーキ代わりになるというような走り方をしたいと思います。それではですね、早速行ってみたいと思います。はい、ここからですね、運転席の窓際につけたアクションカメラの方で撮っていきます。若干ですね、角度が悪いんですけれども、まあ借りた車なので、いろんなものつけるわけにいかないので、ちょっとこの状態で、ご勘弁願います。ということで、では早速スタートしたいと思います。スマートフォンの撮っていきましょうかね。このアクアのシフトなんですけども、はい、このアクアのシフトゲージなんですけれども、このような感じですね。ニュートラル、ドライブ、そしてさらにエンジンブレーキ効かしたいときにブレーキモードに入れるという感じですね。こうやってブレーキモードに入ります。ただしね、前もシエンタの動画で言ったように、この B をですね、ブレーキではなくて、年配の方はバックというふうに勘違いしてしまうので、まあ、こんな感じでバックギアに入れるような感じで入れてしまってですね、前進してしまうという事故を起こしているんじゃないかと思っています。マニュアルミッションのですね、ギアの構成見てもらったら分かるんですけど、この右後ろはですね、バックギアなんですよね。ですからこのアクアのように右の後ろにB モードがあると、これはこの B はブレーキの B じゃなくてバックの B と、なんか勘違いする人がいそうで怖いですね。ちなみにバックするときはここですね、 R ですね、リバース、英語でリバースって言いますね、バックのことですからね。結構和製英語って間違って覚えてる英語が多いので注意が必要ですね。はい、で次ですね、ちなみにこのアクアのモードですね、このボタンを押すとエコモードに切り替わります。はい、画面の方ですね、これでエコモードの表示がされます。消えます。で、ちなみにエコモードの方がですね、回生ブレーキが効くんじゃないかというふうに思っております。ですのでね、ですので2回走行して試してみたいと思います。もうちょっとつきますか。このボタンを押すとエコモードに切り替わります。画面ではこんな感じですね。はい、エコモードの方がですね、より回生ブレーキが効くんではないかなというふうに思っておりますので、試してみたいと思います。それではスタートします。はい、12時2分スタートします。まずはバックで、このアクアなんですけれども、エンジンがかかるときはですね、一般の車のようにスターターモーターではなくて、発電機が回ってエンジンが始動する仕組みになっています。ですので、突然スターターモーターがキルキルっと回ってエンジンがかかるというようなことはないですね。自然とエンジンがかかるというような感じですね。そして基本的にエンジンがかかったり切れたりということで、まあ、ほぼエンジンブレーキは効かない状態なので、シフトの方はですね、ドライブのまま走行します。
試してみたんですけどね、B に入れたところでエンジンブレーキ効きません。この車の場合はドライブ D のまま走って問題ないです、はい、ここから一方通行スタートですね。今ですね、標準モードで走っております。これくらいだとですね、適度に回生ブレーキが効いている感じですね。アクセルから足離すとわずかに回生ブレーキが効くという感じですね。エンジンブレーキは効いてないですね。これは回生ブレーキの方ですね、効いてるのは。回生ブレーキというのはですね、タイヤの駆動力を使って発電するということですね。ですから発電するモーターを回すので、それが抵抗になってブレーキになるということですね。ちょっと今ブレーキ踏んでみますけど、ブレーキ踏むとですね、より回生ブレーキが効いてぐっとスピードが落ちる感じです。はい、ここでブレーキ踏みます。すると回生ブレーキがぐっと効きます。今もうアクセルじゃない、ブレーキから足離しますね。でここでブレーキ踏みます。でまた回生ブレーキがぐーっと効いてます、はい、もうここでブレーキから足離します。前走車のようにですね、カーブの中でブレーキかけちゃいけないですね。危ないですね。カーブの中でブレーキかけるとハンドルが効かなくなりますね。タイヤロックしたらもうおしまいですね。ここでブレーキかけます。回生ブレーキ効いたところでブレーキから足離します。ブレーキかけます。足離します、はい、ちょっとブレーキかけます。ブレーキからも足離します。アクセル少し踏んでます。ブレーキかけます。足離します。勢いで降りてます。でここでブレーキ踏みます。足離します。今ですね、標準モードなので回生ブレーキちょっと弱い効き方だと思います。はい、ブレーキ踏みます。はい、離します。でこの辺ちょっと段差がきついのでゆっくりと行きます。ブレーキ踏んでゆっくり通過します。サスペンションに負担が大きいので、こういう段差はですね、ゆっくり通過します。はい、ここでちょっと一気に加速してみます。次のカーブまで一気に加速します。でここでブレーキ踏みます。ちょっとね、やっぱりエンジンブレーキに比べるとこの回生ブレーキは弱いですよね。アウトインアウトで曲がっていきたいと思います。アウトから行けばそんなに怖くないです。なんか、ね、エンジンブレーキというのは、なんか回生ブレーキというのの効き方というのはですね、ちょっと違和感がありますね。今もアクセルから足離しただけで回生ブレーキ効いてますね。でブレーキかけるとよりグッと効く感じですね。今標準モードだったのでエンジンがかかったり切れたりしているという感じですよね。ちょっと音声の方でね、エンジン音が聞き取れるかどうかちょっとよくわからないですけど、このアクアの場合、ハイブリッドシステムのバッテリーが小さいようなので、容量的に小さいようなので結構エンジンかかりますね。なので、まあ、本格的なハイブリッドカーというよりは気持ちハイブリッドカーというのはそんな感じの車だと思います。はい、それではもう一回登って、次はエコモードを試したいと思います。とりあえず登る頂上まで登ります。
り坂でもですね、時々モーターが駆動してますね。ほぼエンジンで走るかなと思ったらモーターが駆動したりしてますね。きついところはですね、逆にエンジンだけなんですけど、バッテリーに余裕があったらちょっとモーターで活性して燃費を稼いでるのかもしれないですね。こういうところもですね、アウトから行くと段差が小さくて走りやすいと思います。内側ですね、結構段差が大きいところがあるんで気をつけましょうね。光公園到着です。というわけで、次はですね2個目エコモードでいきたいと思います。はい、スイッチのエコモードボタンを押します。はい、エコモードのランプが点灯しました。ではこれでいきたいと思います。状態の確認します。11時に、はい、変わってる。はい、それでは2、はい、それでは2本目エコモードでスタートします。エコモードの方スイッチを押してます。このエコモードに入れるとですね、アクセルから足離しただけで結構回線ブレーキが効くんですよね。あんまりスピード出ないという感じですね。まあ、ほぼモーターだけで走っていますね。エンジン全くかかってないです。多分エアコン切ると特にエンジンかからなくなると思いますね。エアコン切っときましょうね。まあ、エアコンオフにしました。ブレーキ今かけてるんですけど結構回生ブレーキ効いてます。海に入ってくる音はセミの声とモーターの音だけですね。そうですね、結構回線ブレーキ効いてますね。ブレーキかけるとより強烈に回線ブレーキが効きます。ここでブレーキ踏みます。すると回線ブレーキが効いてきます。ただやっぱりエンジンブレーキと比べると弱いですね。なのでハイブリッドカーを乗るときはですね、あんまりスピード出さない方がいいですね。特にこの坂道の下り坂ではスピード出すとエンジンブレーキがないんでちょっと怖い思いすると思います。ブレーキ効くんですけどね、やっぱエンジンブレーキと比べると弱いですね。ただエコモードの方がですね、もともとのスピードが遅いので下りやすいと思いますね。エンジン全くかからないですね。エアコンも今切っているのでエンジン全く始動してないです。大きいところなのでゆっくり行きます。ゆっくり通過します。結構ここ下りが強いところなんですけどね、エコモードだとそんなスピード出ないですね。
やっぱり下り坂はエコモードが一番走りやすいですね。これアクセル踏んでもエンジンかからないですし。はい、下り終わりました。今ですね、標準モードとエコモードで走ってみたんですけれども、そうですね、やっぱり坂道の下り坂ではですね、エコモードが走りやすいですね。しかも回生ブレーキが効いて、バッテリーもどんどん充電が入っているので、ハイブリッドカーで下り坂に差し掛かったらですね、エコモードに切り替えてバッテリー充電させながら走るっていうのが一番いいと思いますね。回生ブレーキが効いてスピードも抑えられて走りやすいと思います。エンジンブレーキが効かない分ですね、回生ブレーキを効かせて安全に走るというのが一番最適かなというふうに思います。はい、というわけでですね、本日の動画は以上になります。はい、この動画が良かったという方は高評価をお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。